管弦楽団で歌劇カバレリア・ルスティカーナ感想曲、そしてチェコフィルハーモニー管弦楽団で名作交響詩我が祖国モルダンをお送りいたしました。今日はバイオリニストの高島ちさ子さんをお迎えしてお送りしています。先ほどトルコ行進曲とお花のワルツ聴いていただきましたけれども、高島さんとその高島さん入れてなんですか、12人のバイオリニストということで、はい、プロジェクトをスタートしたのがこれがいつ3年ぐらい前になりますね。これはどういうことで、これはベルリンチェルの12人のチェリストというのがクラシック界にすごいセンセーショナルな風を吹かせたということがちょうどこの5、6年ぐらい前にありまして、それを見てていいなと思っていて、なんかやりたいなと思って、でちょうどその頃にベルリンチェルのバイオリンアンサンブルの仕事があって、じゃあ自分やってみて、そうです、12人の方々も、はい、もう佐々木さんがこうオーディションをして全国から音大生が集まってくれて、綺麗な方が深いね、まあ、そこそこ、それも含めてその、ね、入る、そうですね、自分って大変な方ってやっぱり綺麗な方多 多いと思いますけれども、そうなんですか。で本当は、まあ、もうちょっとたくさんいらっしゃって、皆さんがまあ、ちょっと病気になったりとか、そうですね、そういう時は必ず10人集まれるようにして、そうです、学生もいいんですね、だから試験とか重なっちゃうと慣れないんで、で14人一応いるんです。うーん、コンサートなどはどのくらいのペースで起こってますか。今年は12人のバイオリニストのコンサートだけで多分40本ぐらいあったんじゃないかなと思います。はい、年末もやってました。そうですか、そのソロで曲がるのと、はい、たくさんこれだけたくさんねいらっしゃるっていうのは賑やかだと思いますけれども、まあ、打ち上げは楽しいですけども、最初の頃はやはりこう12人がこう自分の足にこう絡みついて動いてるような感覚でしたね。すごくみんなやはり初心者だったので舞台慣れもしてないですし、なんかみんなが私に助けてってこう滑りついて舞台に出てるような、すごいこうなんか肩が重い感じで、なんてできるのかなと思ってたんですけど、ちょうど私が産後1ヶ月で復帰したんですけども、その時に12人と一緒にコンサートだったんですね。なんかそういう時はみんながすごい協力して、みんながこうもうすごくこう出来上がってきてたんで、助けてくれる、そうなんです、なんかみんなの上にぴょこっと乗って、なんかやるって、今なんかもう私なんかずっともう大丈夫で、今はもう12人のバイオリニストはバッチリタッグ組んで、そうですね、みんなすごい協力してライバル心もそこそこあっていい感じで兄弟みたいな感じですね。そうですね、兄弟みたいな。あと高島さんは今お一人お子さんいらっしゃる、はい、子育て大変ですね、本当に私は常にこう自分にこう信念を持って売れない性格というのを誇りに思ってやってきてたんですけど、子育てに関しては売れまくって、信念も崩れまくって、もうやっぱりわからないんですよね、どうしていいのか。なんか怒れば泣くし、だけど怒らなきゃいけない、でもさ、品を変え、彼が機嫌よく日々生活しつつ、いい方向に行ってくれることをどうやったらできるんだろうって日々考えてます。それが今日はうまくいっても次の日同じ方法でやってもうまくいかなかったりして、ああ難しいな。ちょうど1歳10ヶ月で、もうすぐ2歳ですね、もうすぐ2歳、もうすぐ2歳、はい、一番なんかこう成長がこう面白いじゃないかなと思うんですけど、面白いですね。もうちょっと多分行けば、その事故ができて、もうちょっと楽にはなるかもしれないですけど、今が一番やっぱり親としては衝突かもしれないですよね。そうなんですか。衝突が離れるとまたすごい緊張しちゃう方向に行くかっていう。でもご主人も子育ては協力的。そうですね、すごく協力的です。でもやっぱりいらっしゃらないことが多いですよね。そういう時はもうベビーシッターさんと、あとうちの主人が、ご主人が頑張ってくださって、はい、そうですね。ではここでリクエストいただいた曲を2曲